はようございます。釣り子 TV です。これね、18SR ペイフォワードって書いてありますけども、北大輔プロの新しいメーカーペイフォワードのね、第1弾のプラグが釣り具屋さんにこう並んでいたので、どんな感じなんだろうと思ってね、気になって買ってきてみましたね。もう本当いろんなね雑誌とかで見てると、ものすごい、プラグの使い分けによってね、あの数々の、ビッグタイトルをものにした、北プロが、ね、自分のメーカーで自分の思いの通りに作ったプラグっていうことで、これはツレセンプラグなんじゃないかなと思ってね、一つね買ってみましたよ。でね、1メーターまで潜るよってことと、57ミリだよということと、11グラムだよってことがね、このパッケージに書いてありますが、結構ねこう目立つね、並んでると、あーなんだろうこれ、新しいルアーかなと思って手に取ってみたら、あ、ペイフォワードってことは、そっか、例のあのメカかと。でこんな感じ で販売元レジットデザイン株式会社って書いてありますね。あー、そういう感じなんですね。だからレジットで販売元って、うん、まあでもこれメーカーとしてはペイフォワードというメーカーだよということで、流通の方をこのどうですかね、レジットデザインが頑張るよって。まあ北プロもね、アメリカのトーナメント参戦していたり、ね、で一人でもしかしてやっているということであれば非常に忙しいでしょうから、まあそこら辺で、そこの販売網のところはレジットデザインが担当してるよって、こういうことなのかななんていうふうに思いますけど、住所もね、書いてありますね。はい、じゃあね、まあ、早速どんな感じのプラグか開封していきたいと思います。ペイフォワードね、 18SR、 ここがこうなってる、あれ開いた開いた、はーい、じゃじゃーん、はい、出てきました。輪ゴムでね、こう丁寧にフックがカチンカチン当たんないようになっていまして、輪ゴム取ったらこんな感じ。うわ、針がねいきなり手にまとわりついて刺さってきましたが、これね、北プロが作っているっていうことで、針がね最初からめちゃくちゃいい針が乗ってるんですよね。あの市川フィッシングの針でいいと思うんですけども、あ、そうですね、カマキリ X84、ね、の5番っていうことで、市川の針、ね、カマキリフックが標準装備ってこと、これ贅沢ですね。いくらだったかな、価格がね、でもね1800円ぐらいでね、まあ、ちょっとお高めなので、針は最初からもう取り替える必要なく、もう抜群のいい針がついてますよっていうところと、あ、スプリットリング、スナップ等はついていないんですね、これね、ここ何もついてないってことは、まあルアー交換を頻繁に行う北プロもあれだから、多分そうですね、お気に入りのスナップで使ってくれっていう感じなんですかね。でリップ形状、で、まあ、クランクベイトなんで、ずんぐりとしていて、ボディのフォルムは結構なんだろう、オーソドックスな感じですよね。なんとなくのシルエットとここのリップの形状で考えると、どちらかっていうと他のルアーでいうと若干グリフォンとかに似た感じなのかななんて、この後ろのすぼまり方とか、このね切り立ってこうラウンドしている、こういったところがなんかイメージとしてはちょっと、あのメガバスのグリフ、まあグリフォンでは全然ないんですけど、なんかそんな感じのね、あれもよく釣れるルアーですからね、まあそこら辺のがヒントに、もしかしたら、もしかしたらね。でね、裏の方にはいろんな説明書きが書いてありますので、ちょっと見ていきたいと思います。中層早巻きが真骨頂、1メートルダイバーのシャロークランク、ボディからエッジを排除した、水を動かしすぎないラウンドボディとオリジナル設計の
扇状ファンリップを採用することでバスを追わせて食わせることのできるスイム姿勢とレンジキープ力、早巻きにも高次元で対応するレスポンスの良い直進性能を実現。クラス最大級のエアルームによる浮力で根掛かりも減少。ルアーウェイト 11g というボリュームにもかかわらずタイニークランク並みの食わせ能力を発揮します。投げやすく食わせやすいクランクベイトに仕上がりましたということで、まずこの扇状のオリジナルのファンリップね、ここと、あとはクラス最大級のエアルームってことで、これね透明じゃないんで見えづらいんですけども、ボディ内部はこんなシンプルな形状で、まあ肉厚とかはどうとかは書いてないんですけども、結構浮力をがっつりちゃんと確保しているよっていうことで、で低重心オリジナルウェイトが入っていて固定重心でサイレント仕様だよってことが書いてありますので、あ本当だ、めちゃくちゃ静かですね。なんだろう、重心のこうウェイトも固定されてるんでしょうから、ほんと静かね。で、あここね、副交換の時とかにこうすぐ分かるようにこっち何番こっち何番昭和してねってのが色にもこうデザインで書いてあるんですね。5番だよ5番だよっていうことで、まあ、カマキリフック推奨だよっていうね。これで SR ってことで1メートルダイバーでこうちょっと早巻きでもどんどんサーチしていて中層を泳がして上の方気になってるバスをね食わせるっていうことで、最近買ったルアーだとそうですね、今勝のあの激浅シャッド、あれなんかもまあ水深50センチぐらいのレンジで浮かして食わせるね。だから巻き地のシャットとかが流行りだして、本当ににわかに以前だとクランクベイトなんていうのはそこにぶつけてこうリアクションバイトを誘発してっていうね使い方が主流だったんですけども、ね、近年ね非常に注目されている上のレンジで食い上げさせるやる気のあるブリブリのでかいバスをっていうね、ここをチャンプが攻め抜くためにね開発したクランクっていうことで、で北プロのアメリカのねチャレンジも始まってますから、ね、もしかしたらこのペイフォワードの自分の作ったねクランクベイトでアメリカのトーナメントとかね、優勝とかだったらね、これすごいボーンとね爆発しそうですよね。何にしても結構どうでしょうか、本当プラグ職人みたいなね、あの雑誌とかで自分の持っているクランクベイトとかスピナーベイトとかね、あの全部こうバーってね、あのバサーの特集とかで見るとね、ほんととりあえず全てのルアー使って見てるんだろうなっていうね、恐ろしい感じのね経験と知識に裏付けされた、ね、そんな北プラが作ったクランクベイトなんで、これは期待大ですよね。というわけで、まあちょっとどこってね限定せずね投げれるところね、ちょうど水深1メートルぐらいをたったかたーと負けるよなんていうことで、今年はねちょうどあの軽かったコンクエストのあの DC もね買ったんで、まあねこういうのをねとにかくいろいろ自分も投げてみたいなって、いろんなメーカーのいろんな巻物ちょっとたかたか巻いてみたいなっていうことでね、準備も進めてますんで、早速ねこういうね気になるプラグが続々と登場しておりますので、釣り場に行ってね投げてみたいと思います。このね次のね計画なんかも気になりますよね。北プロだからなんすかね、やっぱスピナーベイトの名手だからスピナーベイトとか出てくんのかなとかね、ミノーとかもね作ってもらいたいよなとかね、本当期待は膨らむペイフォワードですが、まず第1弾としてはこういう感じでね、食べ頃サイズのもう本当かっちりとした作りのクランクベイトが、登場しましたということで、一応ねあの重さの方もね測っておきたいと思います。ペイフォワードね、北プロのペイフォワードの新作プラグということで 18SR、 これは何グラムでしょうか。 10.8 グラム。まあもうね、あの別にベイトフィネスでなくても通常のねあのベイトタックルで非常に投げやすい重さなんじゃないかなっていうね。
で、まあ、重心移動ではない固定重心なんで、飛距離の方はどうなのかな、まあ、ちょっと投げてみていろいろね試してみたいと思うんですけども、最近のリールってね、本当あの昔の重心移動とか入っていないプラグでもね、めちゃくちゃね飛びますからね、これも結構かっ飛んでくれるんじゃないかなということと、固定重心だからそのボートの釣りなんかでショートピッチで入れた時もその移動するタイムラグとかね、ほんと一瞬の話ですけどないから、投げても巻いて投げて巻いて投げて巻いてとかね、すごい効果的にできるんじゃないかななんていう風に期待しております。実際ね早く使ってみたいですね。というわけで本日の釣り子 TV は待ちに待ったですね、キタプロのメーカーペイフォワードの第1弾のプラグね、18SR、 これをね買ってきてみたよって、こういった動画でした。釣り子 TV でした。